今日はですね、なんと新メンバーが加入しましたので、そちらの方のご紹介をしたいと思います。お願いします。どうもこんにちは今回から参加のヨコマルです。よろしくお願いしますよろしくお願いいたします。いいとこ取り始まるよそれでもステーキ、こんな大きな看板、ステーキも大きいのか気になりますね。行ってみましょう。あ、マキグステーキを。Sは100g ですね。シングル、ダブルが200で、何百 で大丈夫なんですか。大丈夫ですかね。200いきますかどうしましょう今来てチュって言ったらすぐガリガリっていうのを、うん、ガリ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 こうガリガリってこう、うん、やっぱりあの胡椒と塩胡椒をガリガリで食べようっていうのをお勧めしたんですよ、皆さんに。お、はい、やっぱそのバリバリバリキュッとかけちゃっていいですか。はい、お願いします。はい、いきますよ。はい、ガリガリ、はい、ぜひ仕事をやってくれる。ガリガリすごいガリガリですね頑張りますやっぱりちょっと前にあの塩麹がすごい流行ったじゃないですか。塩の代わりに塩麹使って塩麹淡水っていうのを作ったらどうかなと思って今回やってますんでぜひねこれを食べてみてください。塩麹淡水、あ、でこれね、基本的な食リポのルールありますので、はい、あの美味しいって言っちゃダメです。はい、罰金ですよね、当然当然罰金ですよね。罰金です、はい、あーとかうーとかえーもなしで了解です。けんけんけん負けない切ってても柔らかいですね。柔らかいでしょ。はい、少し赤みがあって弾力が、はい、食べます。塩麹淡水のおかげですごい弾力があって塩コショウも効いててジューシーでいいですね。ご飯も玄米でヘルシーに。なんすか今、りょうこまるの丸です。うまるまるですね。うまるうまるうまるまる出汁がよく出てて味はうまるです普通なんか硬いっていうなんか印象があるんですけど、それでもステーキさんのはすごい柔らかくてジューシーで弾力もあってうまるです。こういうお肉をこういうふうにちょっと開いてあげて見れば分かるけど、こういう筋肉がね走ってるんで、うん、切ってあげるんで柔らかくなる。こういうのをこれじゃ焼けないんで食べやすく、肉食べた感じするじゃないですか、赤みが残ると。やっぱり夢は大きくいきたいなと思ってるんで、ぜひ皆さんにねこのハンギングテンダーで日本一を狙わせてくださいということなんですよ。完食しました。 200g ペロッと丸いけちゃいました。お肉もジューシーで、噛めば噛むほどお肉の旨味が伝わってきました。こちらのランチ低価格で主婦の方にも会社員の方にもおすすめです。りょうこまるまる200またどこかでお会いしてましょう。りょうこまるまる200またどこかでお会いしましょう。りょうこまるが食レポで、はい、そうですよね、はい、お肉をちょっと食べたと思うんですが、はい、丸いただきました。丸、はい、でその今回いただいたハンキングテンダーステーキっていうのを、はい、私あんまり聞いたことがなくてですね。ハンキングっていうのは実はこのなんていうんですかね、脇腹っていうのかな、その辺 あの肉の部位でいうと下がりって言われてる部位で、あんまり今は使われてないんですね、はい、だけど柔らかくて非常に美味しいんで、
今回ちょっと変わった肉なんかないのって聞いたら、値段見ても分かりますけど780円とかアホな値段ついてるんで、そこに合わせていかに美味しい肉を探すかということで、見つけたのがね、ハンギングテンダーで、まあ、ぜひね、これをちょっと塊で出てきますんで、まあ、それを食べやすい薄さに厚さまでこうスライスして切れ目を入れて食べやすくしてますんで、ぜひ試してくださいというところだと思います。はい。